にちは。こんにちは。ノマド的節約室の松本です。アシスタントの坂井です。よろしくお願いします。お願いします。前回の動画で松本さんが、はい、フリーランスになったばっかりの頃に、こういろんなものをヤフオクで売りまくったっていう。売りまくってました。話があったじゃないですか。それって今からで言うと何年くらい前？もう2010年から売ってましたね。ほうほうほう。だから10年くらい前です、はい、の時のその、はい、何ですか、何を売ってたかっていう記録が残ってました。残ってるんですね。残ってます、ね、たまたまちょっと知り合いと話する機会があって、はいはい、いや僕でこんなん売ってたよみたいな話をして探したら普通に残ってたんで、9年前のこれおもろいわと自分の取引の記録が、はい、ブワッと出てくるわけですね。出てきますね。何売ったかはちゃんと残ってる。なるほど。取引回数1274 1274回、はい、言ったらもう梱包して送ってもう1回からもちろんやりますよ。でちょっと今回は松本さんのこれまでのヤフオクの取引の履歴、これ僕もシェアしてもらって一緒に今見てるんですけど、うん、まあ、ちょっとざっと見ただけでもこれなかなかクレイジーやなと、はい、思ったので、その売ったものをね、片っ端からちょっといろいろ紹介してもらおうかなと、ね、お金に困ったらぜひ。一番最初、一番最初何売ったかっていうのをまずいきましょうか、ね、はい、一番最初に炊飯器売ってます。炊飯器いきなり生活からダイレクトに関わる部分を、米はもう食わんみたいな感じなんですけど、多分そうだ。買い替えた気がするんだけど、10年くらい前のことなんで、ね、記憶が悪くないですね。結構でもこれ炊飯器とかで売れるもんなんですか？売れましたね。まあ、4,000円くらいにはなった気がします。結構売れるんですね。もうヤフオクこんな儲かるんやと思って嬉しかったですね。あ、これがもう最初の原体験なんですね。原体験一番最初の取引ですね。その次電気ポット、電気ポットね。まあこれも買い替えですか？俺は捨てました。あ、もういらんと。電気ポットとかいらんくないですか？生きていくことを考えたときに電気ポット別に使わないじゃないですか。まあお湯は沸かせますね。お湯沸かせるし、ぬくめればいいじゃないですか。確かガスをつけてわざわざそんなボタン1個で、ね、電気代かかるし。だから俺はもう売ってしまった方がいいと。売りました。なるほどね。もうそれ以来電気ポットを手にしたことはない。そう、一人暮らしの時にスノコベッドを買って、はい、でもうそれもいらんくなったんで、うんうん、まあ、まあまあまあいらん、会社辞めて家買うのに別にいらないですか、はい、確かに確かに確かに、うん、どっちかっていうとお金よりも物を処分する処分方法ですね。お父さんペンストラップレア物送料無料とかこれもらったやつですか？あ、なるほどね、はい、これはなんかキャンペーンとかキャンペーンかなんかなんかでもらったやつをもうそのまま横流し。こういうのっていつも思うんですよ。なんかその初回限定とかキャンペーンものでもらうものって、うん、これ、まあ、売れるは売れるんでしょうけど、どれくらい値段つくものなんですか？ものによりますね、はい、このストラップは多分100円とかそんな気がしますね。なるほどね。そんなもんなんや。でも送料別やから100円の方丸儲けみたいな。なるほどね。100円稼ぐのにも必死やった。切実。初回限定版、あの CD の初回限定版とか特典がなんかついてるとか、はい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 、なんだろうな、小冊子がついてたりとか、うんうんうん、なんかそういうやつは結構高く売れましたね。1000円ぐらいで売ってた。当時売ってなかったってもっと保管してたらよかったなっていうやつありますね。サカナクションとか、はいはいはい、ラッドウィンプスとか、はいはいはい、ユニゾンスクエアガーデンとか今めっちゃ人気じゃないですか、はい、当時持ってたんですよ、その非売品みたいなのいっぱい初回限定版とか、そうそうそう、系のやつね。今見とったらもっと高く売れてたけど、まあまあ当時お金なかった、切実だった、とにかく売りました。この当時に手放してしまったものが多いですね。そうです。なるほど。この情報セキュリティスペシャリスト予想問題集とかですね。この情報セキュリティスペシャリストって資格なんですよ。はい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 、国家資格。それの勉強しようって買ったやつやけど、定価3,000円くらいしますから、ね、あ、そうなんや、うん、あ、だからそれなりに売れるもんなんですね。そうですね。なるほどね。半分以上では多分売れるんじゃないかな。1,500円以上にはなると思います。空気清浄機はもう贅沢品やと。空気清浄機いらん。それどころじゃない。なるほどね。金がないから。まあ、こんなんは家電なんでね、それなりに家電は、はい、値段になりそうです。そう、数千になりますね。まあ、体重計なんかもいっちゃってて、体重計なんかいらないです。いらないですね。してこの、そうですね、ちょっとね、余裕ない時にはちょっといらないですね。手放して、はい、まあ、スーファミとか、スーファミのコントローラーとか、コ
コントローラーだけなんですね。コントローラーだけ売ってます。出したら売れたの。欲しい人はいるんですね、そういうのでも。あ、でも連射機ですね。連射、今連射って書いてある。はい、連射機。あれ、ボタンがこう、なんかついど。そうそうそう。こうやってカチカチ。カチカチ。あ、勝手に連射するやつです。あった!DVD レコーダー。これ何万円とかになったの。ああ、結構いいやつだったんですね。うん。へえ。テレビいらんわ。DVD とかいらんし。折りたたみテーブルとか。折りたたみテーブルもいらないですね。まあそうですね。で、どんどんこの辺からもミニマル化が進んでる感じがすごいありますよね。2011年です。すごいな。電子ピアノも売りました。西村は逆に持ってたんですね。一時ピアノを習ってた時あって、ちょっとやろうとしてたんですけど、ピアノやってる場合じゃないと。なるほど。これも丸ごと売って。丸ごと売ります。食器棚も売ります。うん、なくなりましたね。そろそろ結構家に物がなくなってきた感じがありますね。そうですね。フロッピーディスクドライブとか。フロッピーディスクドライブね。そうなんだね。エンジニアだし。今フロッピーディスクなんて聞かないでしょ。逆にレアっすよね。そう。ちょっとあったらかっこいいなくらいのなんか。そうそうそう。でも CD ラックも。CD ラック超でかいやつを持ってたんですけど。だから結構 CD ね、持ってはってたみたいな感じですもんね。はい、見てると。もうそれ1円で売りました。ラックを1円で売ったんですか。1円で売って、あの、送料が1万何本とかです。うわ。なるほどね、はい、だからもうとりあえず手放す、手放したいね。なるほどな。1円でもいいからとりあえず買ってくれみたいな感じ。なるほどね、うん、地味に面白いね。この美少女戦士セーラームーンシール6枚セット入手困難なんですけど、これまあ何なんですかね。あのお金なかったんで実家のものをかき集めてこれ売れないかなやつを探してたんです実家に。だ実家にあったんや、これがやつを。なるほど。入手困難、入手困難、入手困難。ちっちゃい時にあのお菓子の、ね、おまけで、おまけみたいなやつだったから、まあ、手に入らないですよね。そうそうそう、おっしゃ金だったわみたいな感じです。そうなんです。大相撲雑誌2002年6月の差し丸。これもなんか実家感すごいですよね。実家になった実家の香りがすごい。実家で差し当たりしたんやほんまに。すごいよ。非売品もめっちゃ売るし、ソフトバンク、ソフトバンク、お父さんクリーナーまだ売ってます。お父さん、お父さんめっちゃ売られてるし。まあでもお父さん人気ありますもんね。お父さん売ってますね。カーラせんべい詰め合わせセット。これ何なんですか。実家帰った時に、うん、おこれでも食べるみたいなもらったやつをそのまま売ります。実家のお母さんがくれたやつそのまま転売して。ちょっと狂ってんな。切実ですね。切実でしたね。ペンギンのぬいぐるみ泣きます中古かわいい。これなんかちょっと SEO 的な考え方ですよね。あのキーワードを盛り込んでこの検索結果に引っかかるようなイメージでっていうところで。そうです。これなんかどうせ実家でしょ。実家の倉庫に眠ってたやつ。ああ、これあれやわ、なんか元カノとデータした時に思い出した。いいとこ、この思い出も換金する。めっちゃいいとこ。関係の四字熟語辞典も手放してしまって。関係の四字熟語辞典めっちゃ使ってましたわ。関係一応順位9持ってるんで。お、すげえ。その時にめっちゃ見てました。これすっきりした俺だ。まあ場所取りますしね。重いし何も、はい、そう。ファイナルファンタジー、ファイナルファンタジー、プレイステーションコントローラー2つセット、そう、任天堂64もさっきありました。あー、ゲームキューブもだから結構ゲームいっぱい持ってたんですね。ゲーム持ってましたけど、ね、全部全部売ります。これちなみに普通に中古ゲーム屋さんとか売りに行くよりもヤフオクで売った方がやっぱいい値段になるんですか。そりゃそうじゃないですか。あ、そういうもんなんですか。いや俺あんまりやったことないから分からんんですけど、あのショップ持ってったら、はい、ショップの人がさらにそれ売るでしょ。ああ、そっか、そっか、その分の差があるじゃないですか。しかもそうか、オークション形式やから値段上がっていく可能性もあるし。あ、そうそうです。なるほど。スリッパ立ても入ってますもんね。スリッパ立てなんか1円スタート、スリッパ立て木製って書いてますけど1円スタートだからもう2円とか3円とかで上げていけるってことですよね。そうそうです、ね、すげえ世界観やな。スリッパ立てなんか売れると思ってなかったですけど、でも売れたんですね。売れましたね。迅速な対応ありがとうございました。また機会がありましたらやんのかな。ビーズシングル CD 大量セット、大量セットとか大量やな。数えるのもめんどくさかったな。きっと何千円かにはなった気がします。まあ結構この辺から、あ、ちょっとあるのがその株主優待券みたいなのがちらほら見えるんですけど。株主優待 CD って売ってます、
めっちゃ安く手に入れる方法があるんで、あ、何の問題もないですよ。はいはい、合法にね、クロス取引っていうやり方を使えば、はいはい、株主優待を証券会社の手数料だけで手に入れることができます。はい、だから2、300円ぐらいで、ね、2、3000円の優待券を手に入れて、ちょいじゃないですか。いいじゃないですか。でそれをちょっと安めに売るみたいな感じ、はい、そうです。あ、でも元手がないとできないですよ。ああ、株だけの元手がないとできない。ちょっと今度その辺についてもじゃあ別の動画で、それいいっすか、クロスでやりましょう。ちょっと教えてもらいましょう。メジャーリーグサンフランシスコジャイアンツボール、これボール、そう、アメリカ行った時に、はい、あのサンフランシスコ行ったんですよ、はい、で球場あるじゃないですか、はい、そこのお店で買ったボールもういらないじゃないですか、来てくの来てくのにはいらないですけど、まあ、確かに来てくのにはいらないですけど、来てくのにはいらない、始めたら結構のものいらないですけどそうそうなんです、はい、だから売りました。これ何本で売れたらな、500円以上で折れた気がします。あ、まあ、買った時はもうちょっと高いでしょうけどね、もうちょっと高かったけど、まあアメリカ行って買うに比べたら安いです。確かに買う人からしたら、ね、なるほどねほら、もうついにパナソニックの天井照明まで電気まで手放し始めた生きていくのにいらなかったんですね、電気。一旦実家に帰る、あ、そうかそうか、時やったんで電気もいらんってなって、うん、新宿中村屋のレトルトカレー8袋はあるんですよ。これ多分ね、出産祝いかなんかでもらってたんですよ血の涙だ高級じゃないですか、新宿の。まあそうですね、それをお祝いでもらったから、一緒にうん、実家にいたんで、うん、レトルトカレーすることもないから、うん、いらんわと思って、まあ、横流しですね。未開封のもの。あげるときは売れそうなものをあげると思うよ。今はしないですよ。今はしないですけど。この当時はね。当時はもう何でも売るつもりで。いやでもまあ、だからお金がないからって言って、うん、まあやったら食料だじゃないんですね。これをさらに金に換えるっていう発想ですね。物もらったら全部金に見えてましたやべえ。もうじゃや。怖メモリーカード2枚セットも売れてしまいましたね。メモリーカード、もうゲームいらない。なるほど。ソフトもなくなったし、データもいらんやろと、うん、結構ここにいろいろ詰まってたんだろうけど、ちょっと思い出はお金に変えました、うん、変えましたねいや地味に河合塾の参考書とか売ってありますけど、河合塾の参考書はこれも高校生の時とか実家からこれも引っ張り出してきた感じですか。多分奥さんのいらんやつです売っていいって聞いて奥さんって言うから、なるほどね。 あとなんかいらない、ちょっとね変わってきましたね、この売り方のこのスタイルが、今回のタイトルの付け方、星が両サイドに付けたこれやっぱなんか目立つよ、目立たせるためにやってました。なるほどな、こういうのあった、確かにヤフオクとか見てた、僕がやってたからじゃないですか。そうなんですか、もう始めた人いや知らないです知らない、覚えてないですもん。目立たせれば何でもいい。確かになんか一時期からちょっとこの星を前後に付けるっていう、うん、あの黒で塗りつぶした星です。はい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 、それだけのために押し付けてます。実はまあ実際のところもうあと2、30ページぐらいはまだあるんですけど、うん、あのまあこの辺からはちょっともうあれですよね、背取りをやり始めたっていうくらいのあれだったので、うん、そうですね、基本的にまあ、 あの松本さんが打ってきた私物系は、うん、まあ今のところ一通り整理できたかなっていうところなんですけど、だから結構まあ流してバーって見てましたけど、うん、CD とか凄まじい量売ってるし、はい、ゲームとかもね、そうもう持ってるもの全てを売ってくらいの勢いで、でまあ家電なんかもそうじゃないですか、ベッド売って机も椅子も売ってとか、うん、その何電気ポットも売ったしとかだからもうそれくらいの気合で、そう、それで当面の生活資金を稼いでますね。今の目の前の生活をしのぐのに必死だったんで、まあいらないものは売っちゃえばいい。皆さんこれですよ、この極端さがやっぱりね、何回でも言いますけど松本さんを楽しめてるというか、そう、まあでもそこまでやっぱりその追い詰められた経験とかそういうものが、まあ、多分松本さんをそういうふうに動かせてるんやろうなっていうのはちょっとこれを見て分かりましたね確かにね、まあだからお金ないって言いながら物に溢れてるのはおかしいって話、ね、そうそう、まあ余裕はありますよね、まだそういうことですね。いやだからそれが全部金に見えるわけですもんね、お客さんからしてみたら当時はね、そう見えてました、あれも売れないと、はい、この今ねこの動画を見てくれてはる方でも、はい、そのちょっとなんか売ってお金に換えたいけどって悩んでる人でも、実は自分の家の中には宝の山です。宝の山ですよね。何でも売れますよ。かもしれないです。またまた。
ありがとうございます。お金に困っている人はもうまず物を持った方がいいです。まず。はい。ということで今回は何ですかね。ヤフオクで過去売ってきた数々の謎の珍品を紹介しましたけど、まあ節約チャンネルとかこういう節約のやり方ちょっと極端でしたけど今回は。あとは貯金の方法とか、まあ、クレジットカードなどについて紹介していますので、もし気に入っていただけたらチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。ありがとうございました。